1991年5月24日、エチオピアにおける救出任務中に驚異の世界記録が生まれました。ボーイング747機になんと1000人を超える乗客が乗り込んだのです。当然、ビジネスクラスでの快適な旅とはなり得ませんでした。この膨大な数の人を乗せるため、座席は全て取り払われたのですから。ギネス世界記録はその数を1088人と記録しています。しかしその他のソースではその数は1078人から1122人と揺らぎが生じています。機内に詰め込めるだけの人を押し込んでいる最中に正確な数を数えるのは困難だったということなのでしょう。しかし確かなことも一つあります。救助任務に就いた機体が目的地に着いた時、離陸時よりも2人、乗客数が増えていました。そう、4時間の空の旅の間に2人の赤ん坊が誕生していたのです。この記録破りの救助を行ったボーイング747機には、通常600席の座席が設置されています。つまり、記録にある数の人を運ぶには、この機体が2機必要になる計算になります。当初の計画では760人が最大キャパシティとされていました。しかし難民たちには手荷物がなく、一人一人が多くの場所を取らなかったのだといいます。そのため航空機は記録にあるだけの人数を搭乗させることができたのです。史上最も人であふれたフライト、この記録は未だに破られていません。しかしこのお話は1991年のこと。現在の旅客機だったらこの記録は破ろうと思ったら破れるのでしょうか。エアバス A380 であれば可能かもしれません。最大座席数は乗客乗員合わせて853席。少なくとも全ての座席を取り払うことなく記録を達成することはできなそうです。逆にたった一人の乗客となったらどんな気分になるのでしょう。そのような体験をしたのがヴィンセント・ペオネ。彼はコロラド州アスペンからユタ州ソルトレイクシティまでのフライトでこの出来事に遭いました。彼がゲートで出発を待っているとこのようなアナウンスが流れたのです。出発をお待ちの唯一のお客様、早めのお時間となりますがご搭乗くださいますようお願い申し上げます。当初彼は耳を疑ったのだといいます。しかしボンバルディア CRJ700 に乗り込んだ彼の目の前には空っぽの客席が広がっていたのです。80名の乗客が収まるはずのジェット機が彼専用のフライトとなったのでした。ちなみに彼はパイロットの一人にそのことでからかわれています。空港のグラウンドスタッフは貨物室にサンドバッグを詰め、通常の重量を再現する必要に迫られました。タクシングで滑走路へ侵入した機体は離陸のためにエンジンを始動。しかし技術的トラブルにより引き返す羽目に。結局ピオーネはたった一人のお客になり損ねた人となったのでした。残念。さてお次は世界最小のジェット機のお話。 BD5 マイクロ、キャパシティはパイロット一人のみ。全長4メートル、総重量160キログラムの機体で、世界最長のボーイング7478の隣に BD5 は20機並べることができます。また同じ重量を達成するには2785機が必要だというのだから大変。しかし少なくともジェット機、最大速度は時速 370km で、航続距離は 1450km、 サンフランシスコからシアトルまで3時間半で到着する計算になります。お空でそんなに長く過ごすのはちょっとという方は、世界最短のフライトなんてどうでしょう。スコットランドのウエストレイからパパウエストレイまでの 2.7km フライト、飛行時間はたったの57秒で、搭乗券のお値段は約5000円、機内食は当然出ません。乗客数での記録は他にもあります。客船シンフォニー・オブ・ザ・シーズはフットボール場3面分の大きさを誇り、乗客のキャパシティは6680人。そこにさらに乗務員2200人が乗り込みます。ここまで来ると小さな町の人口くらいにはなってしまいそうですね。そしてこの町は海の上を航行します。
22軒のレストラン、プール4面にウォーターパーク、スケートリンクにブロードウェイスタイルのシアター。また、ロボットのバーテンダーが2名常駐しています。船の芸術品ともいえるこの船の造船コストは、なんと1300億円。ムンバイ近郊鉄道は世界でも最も混み合う列車の一つ。毎日750万人の乗客を運んでいます。これはイギリスの国土すべての乗客と同じ数。しかもこの路線には2000台を超える列車が走っているというのにもかかわらず、キャパオーバーをしてしまっているのです。となるとここはインド。人は車両の中に乗り込むだけでなく、屋根に乗ったり横に捕まったりということが起こるわけです。地球で最も危険な路線の異名も取っているのはなんだかうなずけますね。史上最も人であふれる駅はというと、これが日本の新宿駅。5つの駅と連結するハブとなっており、プラットフォームを53持つこの駅を毎日350万人が利用します。これはウルグアイの人口よりも多いんだそうですよ。モーリタニア鉄道は内向的な人向け、世界で最も孤独な路線です。存在する路線は 700km に及ぶものただ一つで、だいたいペンシルバニア州の端から端までの距離。この路線がサハラ砂漠の真っ只中を走ります。列車は世界でも指折りの長さと重さを持っており、200の車両が 3km の長さにまで連なります。基本的には貨物列車ですが、乗客の利用も可能です。快適な座席やエアコンはありません。乗るのは貨物車の上。エキサイティングかというと、これが結構大変で、快適にはほど遠く、砂ぼこりも多く、うるさい上に日中の気温は40度に達し、夜には急激に冷え込みます。それでも世界中から冒険好きの旅人が利用しに訪れているようですよ。またキャパシティに関するヘンテコな記録はロシアで2005年に打ち立てられました。41人が中型の SUV に乗り込んだんです。この記録を破るには厳しいルールを守らなくてはなりません。まず座席は取り除いても折りたたんでもダメ。窓は閉じなくてはなりません。そして参加者の身長は全員 150cm 以上でなくてはなりません。なるほど、参加者の体を折り曲げる分には問題ないというわけなんですね。ロシアの学生たちはこのルールを守った上で、それまで38人だったという世界記録を破りました。ちなみにこのグループ、カップルも何組か混ざっていたらしく、なかなか複雑な状況になっていたんだとか。そしてこちらは一人しか乗れない車、ピール P50。 ギネスの世界記録上では製造された中で最小の車とされています。全長 1.4m、 幅 1m、 重さは成人男性よりもやや軽く 60kg。 リバースのギアの代わりにハンドルがついており、スーツケース感覚で引っ張って駐車することができます。現在では27台が稼働中で、オークションに出された1台は1700万円の値段がつけられました。ちょっとしたお家だったら買えてしまうお値段ですね。世界最長の自転車は20人乗り。これは2015年にオーストラリアで作られたものです。世界記録を打ち立てるには、この自転車は 100m の走行を達成する必要がありました。というわけで20人の参加者が力いっぱいペダルを漕ぎ、 100m を走り抜けたのです。自転車の全長は 41m もあり、世界で最も長いリムジンよりもさらに長くなります。ちなみにそのリムジンは全長 30m のアメリカンドリーム。名前がもうすごい。では最後にご紹介するのは世界最小の自転車。ボビーという名の男が BMX を父親と作成。全長は 8cm で、高さは 18cm。 さっきの自転車と同じ長さにするには540台を並べる必要があります。この小さな BMX のタイヤはコイン1枚とほぼ変わらず、ペダルの幅はつま先の指2本しか乗せることができません。しかしこのポケットサイズの自転車にはしっかりと乗ることができます。